皆さん、こんにちは。 YouTube チャンネル令和の虎で知られる実業家の岩井義明さんが15日に亡くなったことを18日代表取締役会長を務めていた株式会社モノリスジャパンが公式サイトで発表しました。65歳でした。公式サイトで弊社代表取締役会長岩井義明義かねてより病気療養中のところ去る。令和6年9月15日享年65にて永眠いたしましたと亡くなったことを発表し、生前のご厚誼に深く感謝するとともに謹んでお知らせ申し上げますとし、通夜および葬儀告別式はご遺族の意向により密葬にて執り行われておりますとしました。またなおご遺族よりお供えやご香り点につきましてはご辞退なされるとの知らせを受けておりますので、お控えいただけますようお願い申し上げますとしています。岩井さんは8月1日 X で、私どうも最近体調が優れないなと思っていたのですが、結論肺がんでした。どうやら結構進行しているようで、他の臓器にも転移しているようですと告白。8月14日から抗がん剤治療を受ける様子を毎日報告していましたが、治療10日目の同24日の投稿から9月1日まで約1週間更新していませんでした。ですが、がんの告白で実は数日前に倒れた時にはどうやらかなりの命の危険な状態だったらしく、今もほとんど記憶がありませんと明かし、夢うつつというか錯乱状態の中で延々とうなされ、天使と悪魔が交互に現れ私を苦しめます。生と死の狭間を本当に体験しました。今も様々なものが現れては私を苦しめますと現状などについて説明しました。そして YouTube 活動を引退すると発表するとともに、9月22日に生前葬を都内で開催することも告知しました。また32年前に肺がんで亡くなった父や自身の奥さんについては、今日は8月8日パパの日と覚えてる、32年前に亡くなった父の命日と言及。父が亡くなったのは自身の結婚後2週間足らずでのことだったと言います。頑張って結婚式まで生きててくれたんだよな。父の肺がんが分かってから2年半、余命半年と言われたのによく頑張ったと忍び、32年経って経営者としての道を継いだだけでなく、肺がんまで継いでしまったバカ息子、天国からどんな言葉を俺にかけてるんだろうと思いを馳せました。また結婚してすぐに父が亡くなったこともあり、新婚旅行には行けずじまいだったといい、ウェディングドレスを着た2週間後に喪服をまとった英子がなんだか眩しかった記憶が、そんなこんなで新婚旅行にも行ってない俺たち、今からでも遅くない、一緒に旅行行こう。がんが分かった日にまだ私たちどこにも旅行行ってないと俺の胸で泣いた英子と妻についても触れ、あの瞬間が一番切なかった。いっぱい旅行行こう、いっぱい二人で一緒にいよと思いを綴っていました。今回はそんな岩井義明さんについて詳しく見ていきたいと思います。岩井義明さんは学習塾運営など教育関連の事業を展開する株式会社モノリスの代表取締役会長で、その関連会社株式会社モノリスジャパンの代表取締役社長を務めていた方です。岩井義明さんは2000年代の初めに日本テレビで放送され人気を集めたリアリティプレゼン番組マネーの虎に2002年から出資者側の一人として出演し、その熱いキャラクターで視聴者からの人気を集めたことでもよく知られています。マネーの虎終了後は実業家としてあまり表舞台には出ずに活躍されていた岩井義明さんでしたが、2018年12月に YouTube チャンネル就活の虎チャンネルを開設し、再び注目を集めました。そして2019年からは令和版マネーの虎である令和の虎の企画をスタートさせており、大きな話題を呼んでいます。
岩井義明さんの経歴を見ていきます。岩井義明さんは愛知県神南市の出身で、東海中学校高等学校を卒業後、同志社大学文学部に進学。大学時代は応援団に所属し、4年生時に第74代団長に就任しています。しかし、岩井義明さんが応援団長に就任して2ヶ月後に、応援団内で暴力事件が発生し、その責任を取る形で応援団は解散になってしまいます。ところが、その後、その暴力事件は被害を受けた側の自作自演だったことが判明し、岩井義明さんは応援団を復活させてほしいと学校に掛け合いますが、受け入れられず、それに理不尽さを感じた岩井義明さんは4年間通った同志社大学を中退してしまいます。大学を中退後、岩井義明さんは株式会社リクルートにアルバイトで入り、営業として働き、優秀な成績を残したことが認められ、正社員に登用されています。当時のリクルートのアルバイトからの正社員登用は、毎年4000人程度の志望者から2人程度しか採用されないという狂気門だったそうです。岩井義明さんはリクルートでは営業としてトップの成績を残されたそうですが、アルバイト時代を含めて3年で退社しています。リクルートを退社した岩井義明さんは、田舎に帰ってスナックでもやろうと考え、まずは手始めに運転免許を取ろうと、その資金作りのために塾講師のアルバイトを始めたそうです。1ヶ月ほどでお金が貯まったため、岩井義明さんは塾講師を辞めようとしますが、生徒からのアンケートでダントツの人気1位を獲得していたといい、塾長から俺の片腕になってほしいと熱心に引き止められたそうです。最初は断ったそうなのですが、途中まで見ていた塾生たちを高校受験するまで指導したいとの思いが大きくなり、しばらく塾講師を続けることに決めたそうです。その後の1989年、岩井義明さんは29歳の時に独立して、大志塾という塾を地元の駅前で開業しています。当時、岩井義明さんは優秀な塾講師として有名になっており、開業してすぐに塾生が殺到して経営は軌道に乗り、大志塾は順調に成長していったそうです。その後はいくつかの特色の異なる塾を経営するようになり、1992年に株式会社モノリスを設立。以降は学習塾にとどまらず、各種スクールや予備校、スポーツクラブ、起業家支援、広告代理店、飲食業など様々な事業を展開し、成功を収めています。事業が軌道に乗り始めた2002年、岩井義明さんは新たな事業への出資を求める側として、マネーの虎に出演を希望しました。しかし、番組側からはすでに事業が成功し始めていた岩井義明さんに、逆に出資する側としてマネーの虎に出演してほしいと依頼され、同番組にレギュラー出演することになりました。岩井義明さんは自身も起業家であり、もともと出資を求める側だったことに加えて、元熱心な塾講師という経歴から、出資希望者に対して熱く、時に厳しすぎるほどの態度で接する姿は、視聴者からの高い支持を集めました。マネーの虎として活躍されていた岩井義明さんの年収と資産にも注目が集まっていますが、岩井義明さんは年収と資産を公開されておらず不明です。岩井義明さんの経営する株式会社モノリスや株式会社モノリスジャパンは、資本金がそれぞれ4,950万円となっており、マネーの虎時代は年商10億円とも言われていました。今はマネーの虎時代よりも企業規模は大きくなっており、令和の虎での YouTube の広告収入もあります。企業規模やその他の活動から推測すると、岩井義明さんの年収は1,200万円ほどではないかと考えられます。岩井義明さんの資産について、自宅などの不動産や会社の株などが考えられます。これらを考慮すると、資産は数億円、10億円あってもおかしくはありません。しかし、岩井義明さんの会社についてははっきりとしない部分もあるので、推測するのは難しいというのが実際のところです。ですが、昔講演会では
岩井さんの過去に会社がうまくいかなかった時には借金で暴力団に追い込まれ、紹介された闇金に1億借りて1年後に1億6千万で返したと話していました。やはり会社経営というのは難しいということが分かりましたが、1年で全て返してしまえるのはさすがというところです。ここからは岩井さんのご家族について見ていきましょう。岩井さんの奥さんは英子さんで、株式会社モノリスの取締役社長を務めており、現役講師をされています。とても美人な奥様である英子さんに続婚のだったようで、結婚生活は30年を超えていたそうです。岩井社長の妻ってだけできつそうなんて声も聞こえてきそうですが、実際はどうなのでしょうか。写真を見るととても穏やかで優しい雰囲気の女性ですが、調べてみると転職サイトで社長である英子さんについて社員から、社長は働く社員を第一に考える、実に愛情深い人ですと言われており、社員との距離が驚くほど近いそうです。英子さんは社長でありながら現役講師でもあり、日々の会話が弾むようです。理想の上司のような方ですよね。岩井さんは破天荒で時に怖いイメージがありますが、英子さんの優しさで家庭も円満なようです。また岩井さんと英子さんには子供はいないということを公言しています。塾に通う生徒や講師たちを我が子のように思って愛情深く接しているのかもしれませんね。穏やかで優しい性格で社員をまとめていることが分かった岩井さんの妻英子さん。そんな英子さんには妹がいるのですが、その妹も株式会社モノリスの社員であるという噂があるようでした。本当なのか気になりますよね。調べてみると岩井社長の妻英子さんには優子さんという妹がいるようです。優子さんは夫に先立たれており、二人の子供を女で一人で育て上げたようです。優子さんの娘はエリさん、息子は早田さんといい、岩井さんからすると姪と甥という関係になります。時々ランチやディナーに行ったりと可愛がっているようです。そんな英子さんと妹である優子さんですが、職業については情報はなく、株式会社モノリスの社員であるという噂に関する有益な情報は得られませんでした。しかし岩井社長が妻である英子さんを取締役社長にしているように、英子さんが妹を雇うという可能性も十分に考えられますよね。信頼できる人が社員でいると働きやすいのかもしれませんね。そんな英子さんはどのくらい稼いでいるのでしょうか。数々の事業を展開する企業の取締役ともなれば相当稼いでいそうですよね。早速調べてみましたが、株式会社モノリスの役員報酬は公表されていませんでした。とはいえ大企業の取締役であり、年収2000万円はくだらないのではと推察されているようです。岩井さんの総年収は1億円とも言われているので、比較すると英子さんの方が稼いでいないと思われがちですが、日本の平均年収が480万円であるため相当な高所得者と言えますよね。いかがだったでしょうか。今回は岩井義明さんについて詳しく話してきました。8月にがんが発覚し、令和の虎はもちろん YouTube への出演もなくなり、一刻も早い復帰を待ち望んでいた方は多くいたと思います。こんなにも早くお亡くなりになることは皆さん予想もできなかったでしょう。心からご冥福をお祈り申し上げます。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。